マヤは海上自衛隊の護衛艦、マヤ型護衛艦の一番艦。艦名は兵庫県のマヤ山にちなみ、日露戦争期に活躍したマヤ型砲艦一番艦、マヤ、高尾型重巡洋艦三番艦、マヤに続き、日本の艦艇としては三代目。浸水式時のマヤ、マヤは、 中期防衛整備計画に基づく平成27年度計画8200トン型護衛艦1615号艦として、ジャパンマリンユナイテッド、横浜事業所磯子工場で2017年4月17日に、寄港され、2018年7月30日に、防衛大臣、小野寺逸則により命名され、浸水。 偽装工事と海上工味を経た後、2020年3月19日に引き渡し式、自衛官記事予式が挙行され、収益。第1護衛隊軍第1護衛隊に編入され、横須賀に配備された。建造費は約1680億円。海上自衛隊では7隻目となる、イージス艦である。2021年5月11日から16日にかけて、 関東南方海空域において、米海軍空母、ロナルド・レーガンと日米共同訓練を実施した。同年6月23日から24日にかけて、関東南方海域において、護衛艦、霧島、ハグロ、補給艦、ドキワともに、米海軍駆逐艦、マスティンと日米共同訓練を実施した。マヤロゴマーク、マヤの名称は、 8200トン型護衛艦の一番艦であり、山岳の中から選出することとされ、海上自衛隊の部隊から募集し、防衛大臣が決定した。マヤは、マヤと書き、兵庫県神戸市灘区、六甲山地の中央に位置する標高702メートルのマヤ山に由来する。マヤ山は、古くは、八州盆とも呼ばれており、八つの国が見渡せることから、 月がなく、警戒を弦としている様子を表すほか、末広がりの蜂が含まれ縁起が良いとされた。ありがとうございます。